佇まい役としての普段のこの人の日常がこれなんだっていう説得力が凄まじくてですね。立派な息子ですよね。お父さんのことをこんなに褒めてくれて、すごく愛が溢れてる現場でした。吉田さん優しかったってことですね。はいね、優しかったよね多分ね。盛大な拍手でお迎えください。ご紹介してまいります。役所広司さん、吉沢亮さん、佐賀江ルカスさん、ワケドファジレさん、奈良島監督の元に集まったスタッフキャストで、一生懸命作りました。楽しんでいただけると嬉しいです。本日はお集まりいただきまして誠にありがとうございます。そうですね、この作品はコロナの影響も受けたりしてなかなか撮影が伸びて本当に出来上がるのかっていう不安がずっとある中、どうにかみんなで力を合わせて取り切った作品で、こうしてついに皆さんに見ていただける日が来たというすごく感無量でございます。ぜひ楽しんでっていただけたら嬉しいなと思います。今日はよろしくお願いします。いやー、すごく嬉しかったです。やっぱりいつかはご一緒させていただきたいと思っていた方ですし、なんか今回このお話をいただいた時になんか話自体もすごい素晴らしいですし、もう一つやっぱりこの役所さんとお芝居ができるっていうこともこの作品に参加させていただけるなんかすごく重要なことの一つだったので、すごく緊張しましたけどすごい楽しみにしてて、実際にお芝居してすごい学ばせていただけるところもたくさんありました。はい。どんなところが特に学びになったんでしょうか。もうなんていうんですかね、その佇まい役としての本当にその場に役の人間が存在しているというか、その何、焼き物職人としての、あ、普段のこの人の日常がこれなんだっていう説得力が凄まじくてですね、もうすごかったです。はい。役所さんそう言われておりますけれども、立派な息子ですよね。お父さんのことをこんなに褒めてくれて、シーンが始まる前によく覚えてるのが、役所広司さんもそうですし吉沢亮さんもそうなんですけど、全然違う話をしてきてくださったり、シーンの前で、なんかやっぱりスタッフの皆さんもそうですし他のキャストの人もそうで、すごく自然にこっちが私たちがいられるように、なんかそういう雰囲気でずっとすごく愛が溢れてる現場でした。吉田さん優しかったってことですね。はいね、優しかったよね多分ね。どうでしたか、はい、バーベキューシーンは楽しかったですよ。本当にすっごい寒かったんですけど、でもなんかそこに来てくださってたブラジル人の方々とかも、実際あそこに住んでらっしゃる方もいらっしゃって、たくさん出ていただいて、はい、だからなんか全体のこのホーム感というかすごいあったかさがあって、こう撮影してるとだんだんその団地に住んでる方が帰ってきたりするんですけど、そうするとおおみたいな、おお何やってんのみたいな空気感でずっと、だからなんかすっごいあったかいなと思いながら楽しくやらせてもらいましたね。撮影のね、映画の中でも英語のセリフ喋ってらっしゃいますけど、じゃあ英語でコミュニケーションも取ったりされたんですか。はい嘘です。